キムさん、八神さん、どうしたのそんなに慌てて。待てがら。うわ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか、葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。私わからねえやつだな。あんな冗談、焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、外野は引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るった社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとといきやがれ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。キムさん大丈夫？八神さん、ありがとうございます。でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。